こんにちは。こんにちは。ピュアレアシスタントのミレイです。はい。今回はリセットスムージーについて伺います。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。リセットスムージー。まあ、スムージーなんですね。で、はい、味がまあ、キウイ味なんですけど、はい。スムージーってどんなイメージありますか？スムージーは、はい、ドロッとしてる。ドロッとしてる。朝飲む。はい。うん、まあ、大体、なんかこう海外の方とか、はい、まあ、健康志向の人たちは朝まあジューサーとかでいろんなフルーツ入れたりとかしてミックスして飲んでるみたいな、はい、そうですね、はいはい、もうそれがまあ簡単にできるっていうんですけど、うん、はい、朝食をまあ控えていくっていう一つ言われてるのは、まあ、デトックス、はい、うん、ファスティングなんかでよく言われて、ファスティング、はい、健康、はい、食事方法するんですけど、はいはい、まあ、そういった時の、まあ、あまり負荷がかからないように、うん、まあ、デトックスをしていく時に、まあ、おすすめのアイテムです、はい、ファスティングって、うん、まあ、最近よく私もテレビとかで見るんですけど、うん、プチ断食ですよね、まあ、断食です、断食、プチっていうのは断食食べないっていう健康法ですよね、はい、腸をクリーンにしていくということで、はい、腸を休めるっていう目的で、はい、まあ、デトックスを主題に置いてるんですけども、はい、逆に今まで、ね、食事が普通にあったのが急にも取らなくなるようなもの、うん、結構体には負荷かかるんですよ。うん、全く食べない水だけにするなんていうのは、はい、結構反動が大きいので、慣れてないと難しかったりするし、はい、あと最近流行りなのは、はい、完全な断食食べないっていう形じゃなくて、はい、まあ、酵素とかそういったものを補ってあげようというような、はい、プチファスティングみたいなものも、はい、まあ、どちらかというとそっちが一般的には今なってきてますね、はい、うん、でそうやって本格的にファスティングをしていくっていうのももちろんこう健康を考えていくと非常にいいんですけども、はい、普段の生活をそういったものに置き換えていくと、うん、はい、結構しんどいじゃないですか。辛いと思います。ね、はい、そういう意味で気軽に手軽にこう、はい、毎日腸を、はい、腸のことをまあ考えた生活をするっていうふうに考えると、はい、おすすめなのが、うん、朝食を控えていくっていうような方法もあったりします。はい、うん、はい、夜寝るじゃないですか、はい、夜寝ていて、まあ、老廃物とかいろんなものがこう排出できる環境になるのが朝なんですよ、うん、はい、なので朝の時間帯は、はい、排出することに集中させてあげようというような考え方があって、うん、はい、その時に食べると消化吸収っていう仕事も腸に課したじゃないですか、はい、そういうのをなるべく避けて腸になるべくこう排出させるような割り振りを、うん、してあげようというような考えなんですね。なので朝食を控えていくっていうのがあるんですけど、はい、朝食控えるっていうのもなかなか、うん、ね、3食抜くのも大変ですけど朝食抜くのも、はい、なかなかですよね。そうですよね。やっぱり朝はご飯食べるっていう意識があるんですけど、うん、そうですよね、はい、その中でも、はい、フルーツとか、はい、そういった野菜とか、はい、そういったものは消化に負担がかからないって言われているので、はい、食べないっていう選択肢よりは、はい、もし食べたいんであればそういう生もの野菜とかを取るといいよっていうのがあって、はい、で海外のテレビの人たちが、はい、朝スムージーに変えてるなんていう、あ、なるほど、そういうイメージなんですよね、はいはいはい、とは言いながらも、うん、野菜買ってきたり水買ってきてっていうこの日本ではね大変だし面倒くさいじゃないですか、はい、まあ、同じ目的で、うん、これはほぼ野菜果物が入っているアイテムで、はいはい、これに、まあ、朝食の代わりに取り入れることで、はい、そういった腸を負担にかけることなく、うんうん、朝過ごせますよっていうね、いいですね、うん、簡単に手軽にそのスムージーを、まあ、ささっと作って飲めるっていうのはまた便利だし、野菜もいっぱい多分入ってるんでしょうから、そうですね、はい、はい、いいですね、うん、そうなんです、まあ、粉末になっているので、はい、その粉末のものを、はい、まあ、お水とか、はい、まあ、うんうん、そういう温かい水で、はい、はい、あと豆乳で薄めたり、あ、美味しそう、はい、感覚で、はい、飲んでる方、はい、なかなか朝ね、うん、朝食べるっていう文化はあるんですけど、はい、どんなものを食べるっていうのを守れてる人って結構少ないと思います。
どんなの？もう今コンビニでサンドイッチと缶コーヒーみたいな、はい、あそうとか、まあのうん、ファストフード店でモーニングセットみたいな感じで、うんうん、忙しいとそうなっちゃいますよね。ね、取っちゃいますよね、はい、まあ、その、まあ、かかるお金の部分を考えていたりとしても、うん、はい、あの置き換えていくのが非常にいいんじゃないかなっていう、そうですね、もらったりもしますね、はい、うんうんうん、はい、という意味で、まあ、朝食を主に、はい、朝食に限らずいいんですけど、はい、主に朝食を、はい、まあ、こういったものに置き換えて、はい、腸を休ませてあげようと考えてきたのがこの数字、はい、はい、説明です。難しいですね、はい、ぜひ飲んでみたいなって思います。はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます、はい。